ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は久しぶりに未だに解明されていない世界の謎シリーズを紹介していくぞ。おーおー、ちょうど今朝起き抜けにそのシリーズまた聞きたいなって思ってたところなのよ。お、以心伝心大勝利だな。任せてくれ。今日も霊夢の期待に応えられるようよりすぐりのネタを6000紹介していくからな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、座ったら死ぬ呪いの椅子、バズビーズチェア。トップバッターはバズビーズチェアだぜ。バズビーズチェアはかつてイギリスに住んでいたトーマス、バズビーという人物が愛用していた椅子だ。素材はオーク材で一見すると何の変哲もないただの椅子だが、とある理由から所蔵されている博物館では、天井から吊るされるという異例の方法で展示されてるんだぜ。椅子なのに、なんでそんな奇怪な飾り方してるの？実はこのバズビーチェアは、座ると死んでしまう呪いの椅子だとされているんだよ。そのため間違っても見物客が座らないよう、ワイヤーで天井から吊るして展示しているんだ。ひぃー、初っ端からとんでもないもの出てきた。先ほども紹介したようにこの椅子はもともとトーマス、バズビーという人物の愛用品だったんだが、この人物がなかなかのくせ者でな。記録によると彼は偽金作りを手掛ける大酒飲みという、典型的なクズ男だったんだが、ひょんなことから村の富豪一族の美女と、結婚することになったんだよ。あれ、美女さんダメンズウォーカーかな？だが当然ながら美女の父親はこの結婚に反対しており、結婚後のある日娘を連れ帰るべく、バズビーの自宅に乗り込んで、彼が愛用していたこの椅子に座り、二人の帰りを待っていたんだ。すると帰宅したバズビーはお気に入りの椅子に勝手に座られたことや、結婚に反対されたことに怒り狂い、美女の父親を殺害してしまったんだよ。これにより彼は1702年に、自宅近くの十字路で死刑に処されたぜ。うわぁ、びっくりするほどのヤバ男だった。その後バズビーの住んでいた家はパブに改装され、この椅子は死刑囚の愛用品と銘打たれ店内に置かれたぜ。生前バズビーはこの椅子に対し、あれは俺のものだ、誰も座るな、座ったら呪い殺してやる。と言い残していたが、皆そんなことは忘れこぞって椅子に座ってたんだ。ところがしばらくすると、椅子に座った人々が短期間のうちに、次から次へと命を落としていっていることが明らかとなったんだよ。へぇー、自業自得の死刑なのに呪い発動しとる。具体的にいつ頃から死者が出たのかは定かではないが、後年の新聞記事によると、1989年までの約300年の間に、61人が犠牲になったそうだぜ。報道された事例だけでも、1967年にこの椅子に座ったイギリス空軍パイロット2名が、帰宅中に事故で死亡。1990年に椅子に座った記者は、バスタブに頭を打ち死亡。1995年に椅子に座った女性は、30分もしないうちにエレベーターから落下し、死亡したことが分かっているんだ。いや怖い怖い。着席から呪い発動までが短すぎる。こうした事例が重なったことで、バズビーチェアは、絶対に人を座らせないこと、という条件付きで、サークス博物館に寄贈されることとなったぜ。以降は天井に吊るされたことで不運な事故もほぼなくなったが、座るだけで半ば八つ当たりのような、死の呪いを受けるなんてたまったもんじゃないよな。死してなおクズすぎる身勝手さを振りまくな。ただこの椅子の呪いに関しては伝承が古いこともあり、真偽が未だに謎のままだぜ。一応バズビーという人物が義父を殺害し、死刑になったとする事件は事実として記録されており、パブのオーナーも実際に椅子に座って、すぐ亡くなった人を何人か見聞きしてはいるんだ。しかし新聞記事にあった61人という、犠牲者数の情報源ははっきりとしていない上、椅子には長い歴史があるにもかかわらず、知られている犠牲者の事例の多くは、20世紀になってからのものなんだよ。ぐぬぬぬぬ。史実もあるけど怪しいところもあるわね。ああ。加えてアダム・ボウェットという歴史家が行った調査の中で、この椅子はバズビーが処刑された年から、138年後の1840年に作成されたものであるという結果が出ていたんだよ。これらの情報からバズビーチェアの呪いは、史実と噂を混ぜた創作なのではないかとする意見も存在しているぜ。でも実際オーナーは呪いで亡くなった人を知ってるんでしょ？じゃあ本物なんじゃ、私もそんな気がしているぜ。なんせオーナーはもともと呪いを信じていなかったのに、死亡報告の多さから後年には椅子を地下にしまい込んでいたんだからな。もちろん全ての事例に呪いとの因果関係があったかは確かめようがないが、信じていなかった人の気持ちを変えるほどの事例数があったというのは、どうにも本物臭い気がしてしまうぜ。嘘であってほしいけど信じちゃう私がいるんだよな。果たしてこの椅子は本当に呪われていたのか、死亡例として挙げられている人々は、なぜ命を落としてしまったのか。呪い自体が非科学的存在であるために、解明することはほぼ不可能だが、なんとも妄想と寒気を感じさせる興味深い謎だぜ。2、一族に伝わる正体不明の毒薬、カンタレラ。お次はカンタレラを紹介するぜ。見つめ合うその視線、
今回紹介するカンタレラはその曲の元ネタにもなってる存在だぜ。カンタレラは近世イタリアの貴族であるボルジア族が暗殺に使用していたとされる毒薬なんだ。ボルジア家はもともと田舎貴族に過ぎない存在だったようなんだが、このカンタレラを使い政敵を暗殺しつつ勢力を拡大し、15世紀にはローマ法王の地位にまで上り詰めていたぜ。いや、典型的な悪党貴族じゃない。実際当時から現在までヨーロッパではボルジア家に対する悪いイメージが残り続けており、暗殺以外にも近親間や裏金などあらゆる悪事に手を染めていたと噂されているぜ。さて、そんなボルジア家が愛用したカンタレラなんだが、実は記録や噂こそ残っているものの、どんな毒薬だったのかという詳細は一切謎に包まれているんだよ。一番肝心なとこなのに。まあ暗殺用の毒物という性質上、成分が知られて解毒されては元も子もないからな。一族全員がカンタレラを門外不出の秘毒として扱い、製法や成分を秘匿していたのも無理はないぜ。確かにそうだけど、後世には知らせてよー。その代わり見た目や効能、特徴といった情報は豊富に残されているぜ。まずカンタレラを実際に目にした人の記録によると、その毒は雪のように白く口当たりが良くて甘美な粉末だったそうなんだ。毒に対して美味しそうな食レポするの何。使用方法は料理や飲み物に混ぜるという至ってシンプルなものだったが、効能は凄まじく口にすると喉の渇きや悪寒に始まり、嘔吐や不整脈、皮膚のただれや呼吸困難を引き起こし死に至るんだ。しかも分量や摂取方法を変えることで服毒から死亡までの時間を自由自在に操れたとされており、飲んだ人は死の間際にならないと毒を盛られたことに気がつかないとされていたぜ。ひぃ、暗殺に適しすぎだって。またカンタレラにより命を落とした人の亡骸は見るも無残な姿になる上、毒の効能により遺体が腐敗しないために長らくその痛々しい姿を残していたとも言われているんだ。これにより亡骸を見た周囲の人はすぐにカンタレラによって暗殺されたのだと気づくことができたとされているぜ。暗殺も見せしめもこなす万能毒薬じゃないの。そしてこれらの情報から、現代までにカンタレラの正体の候補とされる、毒物がいくつか仮説立てられているんだ。まず最も有力だとされているのは、逆さづりにして撲殺した豚の肝臓をすりつぶしたものに、アヒ酸を混ぜ腐敗させて作るヒ素化合物説だな。突然罪のない豚が犠牲になったんですが、豚を使用しているのにも意味があるんだぜ。実は豚に過大なストレスを与えると肝臓に大量のプトマインという毒物を蓄積するんだ。これに毒性の高いアヒ酸を混ぜることで、少量でも効能の高いカンタレラのような毒物を作れるのではないかとされているぜ。豚にそんな特性があるなんて初めて知ったよ。それにプトマイン単体では腐敗臭が強く、混入させて使う毒薬には向かないが、主成分がアヒ酸であればその問題も解決できるからな。加えてアヒ酸は摂取経路や量によって遅効性にも速効性にもなるため、死亡までの時間を自由に操れたとする特徴も矛盾なく説明することができるぜ。おお、有力というかほぼ答えでは。とはいえ製法が明らかでない異常確認のしようもないし、カンタレラの正体を解明することは現状不可能だがな。それにヒ素化合物以外にもマンダラゲ説やカンタリス説など他の毒物が正体だとする仮説は存在するんだ。今のところいずれの毒物も毒性が足りないとして有力視されていないが、残された記録が誇張されていて、実はその他の毒でも説明がつくような使用方法や効能だったという可能性も否定はできないぜ。これは文献とかが出てこないと解明できないやつだ。そういうことだ。加えてなぜボルジア家がカンタレラを手にすることになったのかについても謎に包まれたままだし、この毒薬に関してはわからないことの方が多いままだぜ。果たしてその正体は何だったのか、ボルジア家はどうやってカンタレラの製法を手にしたのか、当時の人々を恐怖に陥れるだけでなく、後世の人々の興味まで引きつけるとは、なんとも恐ろしく罪深い毒物だな。3、記録が一切残されてない謎の大規模寺院、神尾寺。お次は神尾寺を紹介するぜ。神尾寺は京都府木更津市にある奈良時代の山林寺院跡だ。寺の場所は奈良時代中期に桓武天皇が都を移した、国境の南端あたりに位置しているんだが、なんと奇妙なことにこれまでに発見されている文献資料の中には、この寺の存在は記されていなかったんだよ。橋とはいえ都にあったのに。しかもこの寺院跡からは、大量の灯明皿や楽器、万葉歌が記された木簡などが出土しており、当時大規模な花会や仏教法令が行われていた場所である可能性が示唆されているんだ。にもかかわらず文献には名前すらも残されていない。
この理由が未だに謎だとされているぜ。もしかして、のっぴきならない事情で歴史から消されたんじゃない？その可能性も否定はできないぜ。一応出土した時に、神尾寺という字が記されていたことから寺院の名前は判明したが、その名で再度文献を当たってもそれらしい記録は一切なかったようだからな。普通これだけのイベントを開いていれば名前くらいは残るだろうに、その断片すらないとなると何か裏があるように思えてならないぜ。文献から消された謎の寺。ロマンしかないって。また当然ながら出土品以外に寺に関する情報は残されていないため、この寺がいつ頃、誰に何の目的で建てられたものなのかも謎のままだぜ。ただ出土品の年代から少なくとも、730年代後半から、760年頃にはすでに寺院が存在していたこと、仏道と霊道で構成された仏教儀礼を行うための寺だったであろうことなんかが推測されているんだ。出土品が多いことだけが救いだわ。間違いないぜ。しかしその出土品の多さがまたこの寺院の謎に拍車をかけているんだがな。実は大量の出土品から推測できる、当時の寺院で開催された会の規模を考えると、この寺の造営に朝廷が関わっていた可能性が浮上してくるんだよ。そんな規模でかかったの？まあ儀式に使用されたと考えられている。灯明皿だけでも5000枚近く出てきていたからな。並の寺院とは比較にならないほど大規模な儀式がされていたと推測されているぜ。しかもこの説を後押しするかのように、寺院跡から出土した瓦が、平城京の長屋邸に使用された瓦と、同じものであることも判明しているんだよ。そんな高貴な瓦、高位の人しか使わないんだよな。加えて出土品の中には当時貴重だった着色のされた陶器が含まれていたこともあり、神尾寺を建立、運営したのは天皇周辺の高位の人物で、造営には朝廷も関与したのではないかと推測されているぜ。ただ果たしてその人物が誰だったのかに関しては全くもって謎のままだがな。いや謎が増えとる。てかそれならなおさら記録に残ってないのおかしくない。そうなんだよ。朝廷の関与すら疑うほどの規模の寺院であることが示唆されているにもかかわらず、資料に名前すら残されていないなんて、意味がわからなすぎて専門家もお手上げ状態だぜ。今後新たな資料が発見されるか、寺の詳細を知れるような出土品が出てこない限り、解明するのは難しいだろうな。ぐわー。重要性をアピールしてくるくせにほぼ全部謎だよ。謎もここまで来ると解明されないロマンよりも、解明されるスッキリ感が欲しくなってしまうな。歴史的に重要な存在であることを匂わせつつも、一切記録に残っていない謎の寺、どれか一つでもいいから謎が解明されてほしいものだぜ。4、童話にもなった詳細不明の不気味な誘拐事件。ハーメルンの笛吹き男。お次はハーメルンの笛吹き男を紹介するぜ。ハーメルンの笛吹き男はグリム童話にもなっている話だな。聞いたことある名前だわ。けどどんな内容だっけ？ある時ドイツのハーメルンという町にネズミが大繁殖し困っていると、突然カラフルな服を身につけた笛吹きの男が、金貨一袋と引き換えにネズミを退治する。と持ちかけるんだ。これを町民が承諾すると、笛吹き男は笛の音でネズミを川へ誘導し、見事退治したが、作業が簡単に済んだにもかかわらず報酬が高かったことに、納得がいかなかった町民は報酬の支払いを拒否したぜ。はぁ。秒で思わだで返すな。男は無言で街を去ったんだが、その日の夜になると、どこからともなく笛の音が聞こえてきたんだよ。すると音を聞いた子供たちは歌い踊りながら、町人の制止も聞かずに外へと飛び出し、男の元へと集まっていったんだ。その後男は130人にもなる子供たちを引き連れて、どこかへと消えてしまい、以来二度と戻ってはきませんでした。めでたしめでたし。いやめでたくないが、子供に聞かせていい話ではないよ。さてそんなホラーテイスト強めの、ハーメルンの笛吹き男なんだが、実はこの話は、1284年6月26日に実際に起きた事件なんだよ。ハーメルン氏の文献記録にもきちんと残されており、ハーメルンにある教会のステンドグラスには、1284年6月26日、色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男に、130人の子供らが、誘い出されコッペンの近くの処刑場でいなくなった。と1300年頃からこの事件の概要が記され続けているんだぜ。ホラーテイストからホラーになったんだけど、ただ笛吹き男について記録したどの文献にも男が何者だったのか、子供はどこへ消えたのかといった詳細情報は記されておらず、未だに謎のままとなっているんだ。記録をそのまま受け取るのだとすれば、1284年のハーメルンでは、非常に使いかつ大規模な誘拐事件が起きたことになるな。いや、突っ込みどころ多すぎるでしょ。
笛で誘われるって何事？そうなんだよな。霊夢の言うようにこの事件は史実として残されてはいるものの、誘拐事件としてはファンタジー要素が多い上に背景に謎が多すぎるんだ。そのため研究者の間では、この笛吹き男の伝承は事実を記したものではなく、何か大きな歴史的出来事を暗示したものなのではないかと考えられているぜ。何かの理由で子供たちが消えたり亡くなった出来事を物語にして語り継いだってこと？そういうことだ。中でも有力視されているのは、当時の子供たちが東ヨーロッパのドイツ人植民地で、村を創建するために、ハーメルンを去った様子を物語にしたとする説だな。実は東方植民地周辺の地域には、ハーメルンやそれに関連する名を冠した地名が存在しており、それらの地域はハーメルン出身の人々によって、開拓されたと言われているんだよ。史実的にも植民地に出た人は多そうね。ああ。それにもともとドイツは人の住める場所が限られた国だったために、長男以外は財産も家も継げずに農奴になることが多く、子供たちにとって決して暮らしやすい環境とは言えなかったからな。しかし多くの若者が生活を豊かにすべく植民地へと出ていけば、必然的にハーメルンは閑散とし老人の多い活気のない村になっていくぜ。これに危機感を覚えた村人が、開拓運動のリーダーを笛吹き男に見立てて、大勢の子供が連れ去られたとする、伝承を残したのではないかとされているんだ。世知辛い当時の生活が見え隠れしてるわ。あるいは十字軍遠征で子供たちが町から出て行ってしまった説もあるな。実はハーメルンの笛吹き男の話では、目や足が不自由な子供だけは、連れて行かれなかったとする描写があるんだよ。そのため戦地での活躍を前提とし、健康的な子供だけで、結成されていた十字軍説も否定できないとされているぜ。いや待って、じゃあ作中の、連れて行かれ、帰ってこなかったってのは、子供たちが皆戦地で命を落としたことを暗示してるんじゃ。その通りだ。あるいは笛吹き男は十字軍を語った奴隷商人で、志を持って彼についていった子供たちは、皆騙され、奴隷として売り飛ばされたとする説もあるな。さらにこの説に派生して、生活に苦しんだハーメルンの人々が、養育できない子供たちを口減らしに、児童を売人に売り飛ばしたのが、ハーメルンの笛吹き男の元となった史実ではないかとする説も存在するぜ。いやだー。頼むから幸せになっててくれ。この他にも黒死病をはじめとした伝染病説や、山崩れ等の災害説など数多くの仮説が立てられているぜ。ただ当時の人々はよほど事実を隠したかったのか、ハーメルンの笛吹き男の伝承以外に、この話につながるような史実は一切残されていないんだ。そのため今もこの話の裏にどんな真実が隠されていたのかは謎のままだぜ。そう聞くと後ろめたさマックスの口減らし説とか、長男以外に厳しい生活を強いた、結果の開拓説なんかが有力っぽいわね。そうだな。実際作中でも男に対し村人が不義理を働いたことが、子供誘拐のきっかけになっていたし、村人側に何か思うところのある史実が隠されている可能性は高いぜ。単に実際に起きた誘拐事件を元にしていたとしても、その前後には、何かしらのトラブルがあったと見るのが自然だな。話の不気味さも相まって真相が気になる謎だったわ。400年前のメモの裏に隠された謎の言葉。未知の言語。お次は未知の言語を紹介するぜ。2008年、スペインの植民地統治時代に混入された、ペルーの教会から古びた書簡が発見されたんだ。この書簡はおよそ400年前に書かれたものだと鑑定されたんだが、無名のスペイン人が書いたものであったこと、メモ書きのような非常に簡素な書簡だったことから、あまり重要視されずにいたんだ。なんなら最近の紙にコーヒーこぼしただけって言われても、納得しちゃいそうな見た目だもんね。ところが2010年にこの書簡が世紀の大発見であったことが判明したんだよ。実は研究チームが調査をしていたところ、メモ書きの裏面に何やら走り書きが残されていることが分かったんだ。その内容はスペイン語の数字やアラビア数字を別の言語に翻訳したものだったんだが、なんと研究チームに属していた言語学者の誰も翻訳後の言語を解読することができなかったんだよ。未知の言語が書いてあったってこと？そういうことだぜ。その後現代の言語学者に情報共有し解読を募ったが、誰一人として解読することはできなかったぜ。さらにメモ書き内にある言語は他のどんな言語とも、全く異なっていたことに加え、少量の文章内に独自の特徴が詰まっており、デタラメではなく独立した一つの言語であることが、はっきりと読み取れたんだ。これにより正式にこの言語は新発見の言語であると発表されたんだ。ふわー。これはロマンしかないって。ただ今回発見された未知の言語は、このメモ書き以外からは確認できておらず、全容解明には程遠い状態でな。この言語が一体いつ頃、どんな言語から派生し、
どんな名で呼ばれ、どんな発音で話されていたのかなど、ほとんど全てのことが謎に包まれたままだぜ。明らかに情報不足だもんな。とはいえ推測できている部分もゼロではないから気を落とさないでくれ。まずメモの発見場所的におそらくこの言語は、ペルー北部の先住民が、かつて話していた土着言語なのではないかと推測されているんだ。ほうほう。じゃあ今いるペルー先住民の言語から辿れば何かわかるんじゃない？いい視点だな。実際この情報から、未知の言語はペルー先住民が現在も使っている、ケチュア語から派生したものである可能性が指摘されているぜ。ただ、先ほども言ったように、この言語は現在存在している言語とは、全く異なっていた上に、この言語独自の特徴をしっかりと持っていたんだ。そのため安易に現在ある言語とのつながりを期待することはできないぜ。ぬぬぬぬぬぬ。完全に現代で知られてない言語の可能性も大か。仮にそうだとすると、当時の文献に名前だけが登場しているキングナムという言語と、ペスカドーラという言語のどちらかが、今回発見された言語である可能性が高いと考えられているな。この説が正解だった場合、数百年にわたって幻とされていた言語が現代で復活することになるぜ。おお、その説を推していきたいよ。今のところ情報量が少なすぎるために、この言語の詳細について解明することは、ほぼ不可能となってしまっている状態だ。だがいつか新たな文献が発見されれば、今ある謎は一気に解明されていくことだろう。果たしてこの言語はどんな音で、どんな名で呼ばれたものだったのか、生きてる間に答えが知りたいところだな。6、一夜にして600人が失踪した謎の事件、オエルベルデ。最後はオエルベルデを紹介するぜ。オエルベルデはかつてブラジル中部に存在したとされる村だ。周囲は熱帯雨林に囲まれており、人口はわずか600人ほどの小さな村だったとされているぜ。貴重の地って感じするわね。このオエルベルデは特筆するような特徴もなく至って、平凡な普通の村だったんだが、なんと1923年2月にとんでもない事態に陥るんだよ。というのもある日、近隣の住民が食料などを運ぶために村を訪れたところ、なぜか村人が、忽然と姿を消してしまっていたことが判明したんだ。600人全員失踪したの。ああ。村の中は静まり返って物音一つせず、歩き回っても、人は愚か生き物の気配すら残っていなかったそうだぜ。これに驚いた人々が警察に相談し捜査が始まったんだが、それでもなお住人の姿は確認できなかったぜ。いや怖い怖い、人は急に消えないんですけど、一応村の学校の教室には、消える前に村人が書き残したと思われる、メッセージが残されていたんだ。ただその内容は、救済はない。というただ一言でな。これ以外に失踪の手がかりとおぼしきものは何一つ残されておらず、この言葉が何を意味しているのか、人々がなぜ、どこへ消えてしまったのかも謎のままとなっているぜ。ひぃー、なんかオカルトの香りがするんだけど、このあまりに謎の多い失踪事件は人々の間で話題となり、失踪理由などについていくつかの仮説が提唱されたんだ。特に有力視されているのは、ゲリラやテロなど、政治的背景から来る危険により避難したとする説だな。そんな危険があった時代なの？ああ。実は1920年前後のブラジルは、政権の腐敗により、デモや反乱が絶えない激動の時代だったんだ。当然国全体の治安もいいとは言えず、村周辺で突然争いが始まったり、麻薬カルテルなどの犯罪集団が襲撃してきた可能性があると言われているぜ。確かにそれなら村人全員が避難しててもおかしくないかも。ただ当時の文献を遡ってみても、周囲の地域に大人数が移住したとする、記録は残されていないため、これを真実と断言することはできなくてな。この他にも黒板に残された、救済はない。という言葉が宗教的な意味合いを含むことから、村全体に広がったカルト宗教から、逃げ出したのではないかとする説や、宇宙人に連れ去られた、パラレルワールドに迷い込んだといった、オカルトな説まで様々提唱されたが、いずれも証拠が乏しく真相は謎のままとなっているぜ。ぐぅー。ミステリーホラーすぎる。またあまりに村に関する情報が乏しいことから、そもそもこの村の話自体が、作り話だとする説も存在しているぜ。というのも当時の文献には、オエルベルデと名付けられた村があったことも、集団失踪が起きたという事実も記録されていないんだよ。信憑性ガッタガタだね。加えてブラジルではポルトガル語が公用語とされているが、村の名前であるオエルという言葉は、ポルトガル語の単語ではないんだよ。この言葉はオランダ語で、生産用従事者に対する別称として使用されており、ブラジルにある村の名前としては、かなり不適切なものなんだ。なんちゅう名前付けてるわけ。さらにこの伝承の情報源がはっきりしていないこともあり、一部では村も失踪事件も、すべて架空のでっち上げ話ではないかとも言われているぜ。ただこの説に関しても伝承にまつわる情報が散見していることもあり、断定はしきれないようだがな。
謎に包まれすぎて真偽すら見極められないって。果たしてオエルベルデは存在したのか、なぜ村人は忽然と消えたのか、村人はどこへ行ったのか、事実だとすればなんとも背筋が寒くなる不可解な事件だぜ。怖すぎて嘘っぱちであってほしいくらいだよ。というわけで、今回は未だ解明されていない世界の謎を6選を紹介したぜ。ロマン感じる謎から背筋が寒くなる謎まで、余すことなく味わい尽くしたわ。霊夢の肌が3割増しでツヤツヤしてて嬉しいぜ。世界には語っても語り尽くせないほどの謎が眠っているんだ。今後も面白そうなネタを見つけたら紹介していくから、まだ見ぬ謎に期待しながら待っててくれよな。そんなところで今日の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。